はい、ということでやっていきましょうか。前回は海底神殿の扉のところ、おお、地図いっぱい出てくるな。これは海底神殿のそこをやってきたもんたち。まあ、とりあえず海底神殿の扉みたいな入り口みたいなのがあったっぽいから、右下のところになんか入るっぽい洞窟みたいなあるもんね。右下になんかちょこんってなんか入り口あるもんね。これちゃんと絵でも表現されてるんだね、こういうの。で最近思ったのが、ローディングが長くなった気がする。この先が回転神殿のようですね。あ、まだ回転神殿じゃないんだ。あそこ行って試練を受ければ一族の力ってやつがもらえるのよね。し、誰かおるようじゃぞ。これ出てくんだ。踊り子だよね。もしかすると敵かもしれない。ここは慎重に進みましょう。今から俺が完璧な侵入作戦を。その必要はないわ。姫様。おい、マーニャ、マーニャでしょ。アリーナ、アルクリフトまで。あれ、同じゲームのやつだっけな。ここにそれはこっちのセリフですよ。マーニャさんがなぜこんなところで踊っているんです。それが私もよくわかんないの。どうやって来たのか全然思い出せないんだけど、いつの間にかここにいたのよ。で誰も来ないし、帰り道もわかんないでしょ。だから暇つぶしに踊りながら神頼みしてたってわけよ。ハンサムで大金持ちで世界を作っちゃうような勇者様が私を迎えに来てくれますように。金が目当てに。え、嘘、もしかして勇者様。これだけは言っておこう、俺は金持ちじゃない。ハンサムってことは否定しないのね。ウケるな。この方はこれから試練を受けて世界を救うための特別な力を授かるんです。正真正銘の勇者様ですよ。どうしようかな。何がないけど、このままここで踊ってるのも退屈でしょ。私たちと一緒に行きましょうよ。マーニャがいれば百人力だもの。姫様のおっしゃる通りです。使う気はないけど、マーニャさんほどの魔法の使い手ならば、魔法使い必ずや皆さんの助けとなりましょう。でもね、勇者様のそばにおられるのはなんとこの世界の国王様です。マーニャさんが勇者様を助け、あれで世界が救われれば、おそらく大変なご褒美をくださるのではないでしょう。クリフト。音やめろ、 SE 交換をやめなさい。わしは勇者ではないぞ。ハンサムなただの王様じゃ。ハハハハ。やっぱりこれって運命的なコネ、あ、じゃなくて出会いだと思うの。コネ。もちろん協力させてもらうわ。おさ、行くわよ勇者様。とっとと試練を片付けて世界を救っちゃいましょう。それはお金のためね。わお。それで急ごう。足の出番でですね。魔法って何なんだ。何が使えるのかわからないけど、とりあえず急ごうか。音楽やめろよ。この絵、音楽やめろよ。 BGM もうさっきの序盤の話のせいで動画の尺大丈夫かどうか不安になってきたじゃん。もうおかげでもう俺よし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 。いや、まだ護衛が一体もいないのが辛いな。マーニャって何、どこやんの。あっちに大喜利で殴る。あ、そうなの。大喜利で殴っちゃう系ですか。大喜利で殴っちゃう系、殴っちゃう系女子です。俺よし終わったんじゃね。
あ、まだか。俺や。これでもういないぞ。できたな、おい。扉がめんどくさいので開けまーす。オープン。普通に立って早く戦いたいからね。普通の人じゃ普通はしないだろうけどね。俺は動画の尺っていうね、別の恐ろしい魔物戦ってるからね。寝ちゃうのかい。すげえ、投げつけろ頭を。寝ているのかい。おれ、よいしょ。おれ、どこにいる？痛いだけだ。よし、終わった。よし、終わった。終わったらもう急いであっち行こう。気になってたんだけど、この世界にもカジノはあるのかしら？今のところ見たことないわ。影ごとね、カジノって。ここにはないのかもね。やっぱりないか。おりゃ。ああ、がっかり。おりゃ。届かねえか。届いたな。よし、行った。おりゃ。よいしょっと。おりゃ。来い。よいしょっと。痛いな、なんか。終わった。よし。よし。一応このぐらいでは適正レベルの方にあるのかな、俺は。お、祈祷師。お、イオラとないで周りを爆発。ゼシカとマーニャはなんとなく似てるでゲスな。気が強くて魔法も強力で、どっちもビビンでナイスバディって。そうね、なかなかいい勝負かも。あら、私にはそれに加えて踊りがあるわ。よいしょ、ヤンガスとこっち見んな。おりゃ、めっちゃこっち見てドヤ顔するだろ、お前今。お前倒せないでぼーっとしたくせに。おりゃ、早く倒れねえか。おりゃ、よいしょ、倒れた。手に入れ、よし、来た。よし、ちょっとやばいな。急ごう。あ、バカンいけないじゃん。あかん。メカミゾウがあかん。やばいよ。それで動画の尺もやばいよ。ここは届かねえか。おりゃ。届いたな。よし。おりゃ。いいべ、これで。おりゃ。いけ。よし、おりゃ、よし、いいね、この攻撃、本当にヤンガス好きだわ。おりゃ、バカ、あー、もう寝ちゃうじゃん、もう。おりゃ、いって。おりゃ、新手か。ザコが何匹来ようが同じだ。よし。へえ、なかなかのハンサムね。でもまだちょっと子供かしら。なんだ、用もないのにジロジロ見るなよ。おりゃ、そのひねた物言いも可愛いわね。おりゃ、キラーマシンか。ドーン。何をするつもりだ。妙なことを企んでるなら俺にも考えがあるぞ。キラーマシンか。どんなこと考えてるのか。おりゃ、お姉さん知りたいわ。教えて。おいしょ、わかりました。おいしょ、まあ、なんか綺麗に、まあ、クリトがわかりましたって言ってよ。教えてって、わかりましたって。なんやねん。おりゃ、よし。キラーマシンは本当にもう、おりゃ、このキラーマシン押しねえかな。押してくるとなかなか助かるんだが。おりゃ、坂に落ちないか。落ちた、やったぜ。よし、一刀両断したと。やったぜ。おりゃ、とりあえずあっちら、あいつらを疾風陣雷で。よいしょ。なんか今マニアなんか強くね。いや、そのうち今考えてるのが、クリフトが
最近ちょっと前までは使えたんだけど最近使えなくなってから、いや悪い意味じゃないんだよ。だからクリプトの代わりがなんかいたらいいなとは思ってんだけど、アグレモン、あのイオナズン使いでしょ。こいつらを残らずぶっ飛ばせば一丁上がりね。おりゃおりゃ、よし、とりあえずここにキラーマシン出そう。おりゃあーバカ、何寝てんの。おりゃおりゃ、よし、アークデーモンって、アークデーモン、おりゃおりゃ、うわいるよ、あそこにアークデーモン。イオンダズンだろお前その構え。あいってマジでちょっとバカ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 。ナイスナイスナイス、ちょうどいいちょうどいいちょうどいい。アークデーモンは違うだろうお前。おりゃおりゃ、いてえな、いてえな、いてえな、おい、おりゃてめえこの野郎。こっちはそれなら俺、こっちはお前らギガでいいんだからな、この野郎。おりゃおりゃおりゃ、こっち側から一番敵が来るんだもんな。おりゃおりゃ、よし行くぜ、行こう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 、よいしょよいしょ。ギガデイン、あ、ギガブレイクだった、間違えた、ギガデインだった、間違えた。ヤンガス、ヤンガス、何お前ね、お前何今すでに平行移動してんだよお前。ゼルダで Z スライドするな、マリオだっけ。ゼルダの Z、 あバカ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 、アークデモンそっちにもいたの。ちょやばくね、結構やばいよ、結構やばい、結構やばいよ、え、だいぶやばいよちょっとそれ。おいおいおい、全力でいくぞ、全力で、ほら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 、あんた何やってんの、あんたバカ、おりゃあんた、ほんとバカ、お前ほんとバカ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 、ほんとバカ、お前もうほんとにお前もバカ、何やってんのほんとにもう、そうやってまったく。それちょっとあれだ、時間がやばいんでちょっと一回カットします、カットカット、よしやっていこう、逃げるんかい、えなんかマニアがすごい体勢でいるけど今。え、マーニャがすげえ魔法使いだったら俺使いたいな、使えるなら使いたいけど、今度試しに使ってみようかな、うん、よいしょ、妖精の面からって、面かだよねあれ、足の活躍なかなかででしょ。いい、本当にヤンガスは強い、助かるマジで、斧は強い、うん、よし、はあ、またこれで一戦終わった終わった。よいしょ。え、マーニャが使えるなら本当に使いたいよな。いや、普通にさ、強いじゃん。魔法がさ、今、ギガデインと、シャドウぐらいしかないからさ。うん。うん。ああ。やあね。うん。なんやねん。あ、はい。やったぜ。ちょっとこの後はあれだ、ちょっとスキルポイント振ったりしてみるか。どんなものがあるか見せたいし。説明いくんじゃね？空中でだって。100コンボ以上コンボを決めるとだって。え、すげえ。空中でも攻撃できるって。え、結構強くない？これやっぱ後半出るモンスターだから。モンスターじゃねえよ。キャラクターだよ。何言ってんだ俺は。ちょっとスキル振ってみようぜ。結構振ってないでしょ。この辺とか使ってない証だから。あって難しそうなんだもん。マーニャマーニャマーニャ。扇の前。2トンの火力で激しい。疾風、炎武王、ギラ。もう魔法系は覚えさせよ。魔法系は本当にあった方がいい。本当に必要。魔法系は本当に必要。もうベギラゴンでもいいわ、必要だベギラゴンで、うわーこれさす、あー守備力はな、ぐーんと下げるだって、あった方がいいんじゃね、まだあんのね、ギラ系の呪文空中跳ねてるよね、あーそれは必要だね、あった方がいい、
あ、はいはい。で、賢さがあった方がいいのかな。だったら基礎系を上げておくか。ちょっと待って、これなの、これ、ここコンボがつながりやすくなる。へー、ちょ、これつけとく。どれだけ使えるかによるけどさ、ダメだったらあれスキルポイントを振り直せばいいだけわけだから、お金払わなきゃいけないけど、それは貯めればいいわけだから。うん、エラゴン使うのは MP とか必要だろう。いやいやいや、よいしょよいしょ。もうひたすらただにもうスキルポイント振ってるのをみんな見るだけっていう、クソつまんねえ今絵面だけどね。うん、よいしょ。もうこれはなかなかじゃないか。レベルも31って高いでしょ。ってことはさ、この場所での適正レベルって31なの？俺ガンガン進めてるけど、動画で大丈夫？俺いけるのかな。これ見返しの性能分かんったらあった方がいいか。あ、見返しでしょ。あ、見返しなんて俺使わんねえもんな、普段。あー、よし、こんな感じか。多分武器はね、多分もう今多分一番強いの持ってると思うんだよね。あ、持ってなかった。ちょっと使ってみるか。ほらよ。よし。てことであれだね。ちょっと次回はあれだね。新しく仲間が増えたので、マーニアでちょっと使ってみようかな。ほら、もう坂本ずいぶんにぎやかになったもんだね、本当に。あら。よいしょ。ウィーダーさんって見したけど。何をお望みかしら？クリフトで、任せといて。これも MP 高いな。確かにレベル差があるな、結構。俺レベル低い、レベル24だったよ、はず。恥ずかしい。これはやばいな。はい、ということで、もう恥ずかしいな、レベル低いな、俺だけ低いな。俺勇士だから上がりづらいっていうのもあるよね。うん、ある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 、そういうこともあるさ。うん、じゃあこれで一回終わりかな。はい、ということで今回はここまで。ご視聴、あー、待ってよ、金が1500しかない。あー、ダメだな。今回ここまで。いや、今オーブ買おうと思ったんだけどやめたな。うん、はい、ご視聴ありがとうございました。